孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。ああ、あなたでしたか。この巻物ですか。これは17号と18号にみんな殺されてしまって、唯一生き、母さんがタイムマシンを作らなければ俺も、そして地球は今頃。歴史を変える機械を作るのはあまり褒められたことではないがの。はい、ま、今さら言っても作ってしまったもんはしょうがないが。まさかこの歴史にまで。すぐに向かいましょう。トランクス。はい。あなた分かっているわよね。はい、ではお願いします。孫悟空の息子を殺す。君、俺が食い止めるから早く逃げるんだ。任務の邪魔をするなら殺す。一体なぜこの歴史に。とにかくコハンさん、何としても守り抜いてください。お願いします。すごいな君、ありがたいよ。まだこんなに強い選手が残っていたなんて。この選手でした。もっと早く気づいていたはずだ。何しろ君はフリーザに似てるからね。この君、かなりの潜在能力を秘めて、俺のさらなる進化のいただきます。その霧。まずい。ミラだ。今も操すと実力ではミラを倒すのが無理じゃぞ。しかも16号と戦って傷ついておる。いくら何かかりでも勝つことないぞ。何なんだこいつは。すぐ楽にしてやる。このままじゃ二人は。ごはん。なんだと。おい。何をしてるのトランクス。やめなさい。
お前の好きにはさせないぞ、いら。ほう、トランクスか。トランクス、どうしたここにいたんだ。確かにそうだ。いや、違う。もしかして君は何やってんの。トランクス、あなたは言っちゃダメって言ったでしょ。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。なぜ倒せない。いくら三人がかりとはいえ俺の方が力は上のはず。なのにご飯さんは殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が町を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴアンさんは、ゴアンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。ならこの戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には二の重い歴史だったわね。迂闊だったわ。にしても本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史を変えるようなことをしていたら、もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの余計辛いに決まってるのに。助かったわ、ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。巻物のチェックはわしらでやっておこう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど、頼むわね。